株式会社トヨタ名古屋教育センター中部日本自動車学校は愛知県名古屋市にある自動車学校。姉妹校にはトヨタドライビングスクール東京とトヨタドライビングスクール群馬がある。1957年にトヨタ自動車販売株式会社により設立されたトヨタ自動車100%出資の子会社である。所在地は 名古屋市小枠区屋ごと富士見1737事業内容は通常の自動車教習所の業務である運転者教育にとどまらず運転免許取得者用教材の制作、販売、教習指導員の研修も行っており、それゆえ自動車学校の学校と呼ばれることもある。特に新規免許取得用の教本は 全国の自動車教習所で使用されており知名度、評価も高い。現在では、正式にカーリキュラムに採用されている、無線教習や高速教習、複数教習、模擬運転装置教習などを全国に先駆けて、実験実施したことでも知られる。地元では、中部日本自動車学校は、日本一厳しい自動車学校と評されることが多いが、 実際の平均教習次元数は34次元台と意外と短くほぼ規定次元内で卒業できているのが現状である。これは愛知県下53校の平均値と比べてもどちらかといえば優しい学校、取りやすい学校と言えるが同校卒業者の初心運転者死亡事故発生率がわずか0.66%となっていることから教習において 高水準の運転を求める傾向が見えるため、厳しいとの評価につながっていると考えられる。全国展開をしている自動車学校用教本の出版社は2021年現在同社を含め4社のみ。そのため、免許を取った時にどこの教本を使っていたかという話題は全国で盛り上がることができる。教習で使用される学科教本や 運転教本については、小中学校の教科書の教科書検定のようなものは、なく、どのような企業、団体でも自由に制作することはでき、特に警察庁などによる、監修の必要はない。また、どこの出版社が作った教本を採用するかは、原則として、各自動車教習所の自由裁量となっている。ただし、第2段階の特定の教習で使用される。 安全運転の知識と応急救護処置の2冊は民間出版社による制作が認められておらず、全日本指定自動車教習所協会連合会が発行するものを全国約1380校が使用している。ありがとうございます。